三号艇で登場の高橋功選手にお話をお伺いします。よろしくお願いします。お願いします。さあ、準優勝戦も含めて、どうですか、今節仕上がりは。うーんと、前、まあ、あの好みのいい仕上がりになっていると思います。はい。もう全体的にバランスが取れてるような感じです。か、はい。そうですね。はい。 今日は時間たっぷりあるんですけども何か作業のお考えですかプロペラの乗って微調整ぐらいでまあ特に大きいことは何も考えてないでもこのまま十分戦えると思います気温次第でということですねそうですねはいわかりましたスタートなんですけど今節どうですか決まり具合あまあそれなりにはいけてますはい優勝戦も大丈夫そうですか大丈夫ですはい三号手ということでねコースも含めてどんなレースになりそうですかまあ三コースから そうですね。まくれれば一番いいんですけど、まあ、まあ、サイドかけてまくり差しに入れればまあ、勝機はあると思うんで、思いっきりハンドルを切っていきたいと思います。はい、分かりました。最後にもう一言ファンの方に意気込みよろしくお願いします。えっと大好きな摩擦席、水面なんで今回も優勝して帰りたいと思います。応援よろしくお願いします。